どうも、会議室カードゲームクラブ、初雪です。初雪ギャンブルでーす。分散？分散な話ですよ、本日は。ではやっていきましょう。はい。本日の議題、立ち上がれ、カジュアルデイ。立ち上がれ。まあでも、カジュアル勢の権限みたいなところありますから、私、ギャンブルは。権限たるギャンブルさんにもぴったりな回ですよ。そうですよね。マジックのカードやデッキやプレイヤーで話題になるのは基本的に強いカード、強いデッキ、強いプレイヤーなんかが話題になりますね。まあそうですね。大会で優勝したりとか、はい、強いプレイヤーとか強いデッキが話題になりますと。はい。でも、ちょっと待って。ちょっと待って、早いパターンもあるんですね。でも、ちょっと待ってと。はい。大会上位になれるのは、ほんの一握りのプレイヤーだけですね。そうですね。マジックを大きく支えているのは、それ以外のカジュアルプレイヤーの存在っていうのが非常に大きくなります。ガチ勢しかカード買わないんやったら、もう売り上げも立たなくなってしまいますね。なんで、それ以外のカジュアル勢が非常に重要になります。はい。開発部ももちろんそれを認めていて、カジュアルプレイヤーがより楽しめるようなカードデザインっていうのを心がけていたりします。はい。でも、カジュアルプレイヤーが楽しめるカードって何？それは競技プレイヤー、ガチ勢が好むカードとどう違うのか。はいはい。そこら辺を今回話して、まあ、カジュアル勢向けのデザインってはどういう風なデザインなのかとか、どういう風にしてマジックの開発部はカジュアル勢のためのカードを作っているのかっていうところを深掘りして話していこうかなと思います。これは、なんだろう。初雪さん的には、カジュアル勢は座っているってこと？これから立ち上がるってことなのかな？いや、まあ、もっと立ち上がれと。あ、まあ、もっと存在感出していこうぜと。わかりました。代表として出していきます。はい。出していきましょう。はい。では、まず、はじめに、分散性と選択性という概念についてお話ししたいと思います。はい。分散性というのは、あるゲームプレイ要素がプレイ経験ごとにどのように異なった展開をするか、というのを分散性と呼びます。はい。選択性とは、プレイヤーがそのゲーム要素についての決定を行うことを選択性と呼んだりします。はい。もうちょっとわかりやすく言うと、分散性とは、ゲームをプレイするごとに異なるようなゲーム展開になること。これを分散性が高いと呼んだりします。はい。または逆に、ゲームをプレイするごとに毎回似通ったゲーム展開になってしまう。こういうのを分散性が低い状態と呼んだりします。はい。まあ、選択性に関して言うと、もうちょい分かりやすいですね。プレイヤーがプレイング時に選べる選択肢が多いこと。これを選択性が高いと呼びます。はい、逆に、プレイヤーが決められた行動しかできないような状態。これを選択性が低いような状態と呼びます。これら、分散性と選択性っていう概念があるんですが、これらがカジュアルゲームを定義する際に、非常に重要になります。なんかこの達之さんのこの講義を聞いてると、毎回その分散性とか選択性とか、はいはい、小難しい文言が出てきますね。まあマローさんが言ってるんで、そのまま持ってきてるだけです。やっぱさすがですね、マジックザギャザリング作ってる人たちは。こういうことを考えながらもカードをちゃんと作っているわけですね。そうですね。もうちょっと分散性について深掘りしていきましょうと。まずはカードの持つ分散性について。はい。例えば対象を取るカードというのがあります。はい。ここで例に出しているのはショック。はい。クリーチャーかプレインズウォーカーかプレイヤーに対して2点のダメージを飛ばせる赤の火力カードですね。盤面によって対象を取れる選択肢が変わります。はい。プレインズウォーカーがいるのか、クリーチャーは何体いるのか、はいはい。そのタフネスはいくつなのかによって対象を取るべき選択肢が変わります。はい。ゲーム展開によって最適な用途っていうのがどんどん変化していくようなカードになってますね。はい。さらに言うと、時には自分のクリーチャーを対象に取ることもあるかもしれません。相手の追放除去とか、追放されたくないからとか、そうそうそう、うん、呪文の対象になった時に誘発するクリーチャーとかもいますしね、うんうんうん、盤面によって変化するので、毎回ゲームごとに用途が変わるっていうことで分散性が高く、さらに選択性も非常に高いようなカードになっております。はい。次の例、特定のカードを選んでくるようなカード、例えば不気味な矜持者、これはライブラリーから好きなカード何でも1枚手札に加えられるというカードですね。ありましたね、このカード。ライブラリーから好きなカードを選べるカードです。はい。選択肢はライブラリーに残っているカード全てですね。はい。40枚ライブラリーに残ってたら40通りの選択肢があると。はい。
ただし、デッキのキーカードを選択するっていうことはほとんどなので、うんうんうん、選択肢が40枚あったとしても、最終的に選ぶカードは、まあ、1、2種類ぐらいになりがちと。まあ、確かにね。なので、結果として選ぶカードが同じになりやすいので、これは分散性は低く、ただし選択性は高いようなカードになります。はい。例えば、カードを引くというカード。ライブラリに残っているカード、どれも引く可能性があります。40枚あったら40通り可能性があると。引くという行為以外にプレイヤーが取れる選択肢はありません。はい。戦術などで多少のコントロールはできたりするんですが、これらは分散性は高く選択性が低いような能力になります。このようにカードの能力っていうのをいろいろ突き詰めていくと、あらゆるカードの特性を分散性と選択性で表せたりするんですね。さらに言うと、カードだけじゃなくてデッキの持つ分散性というのも存在します。例えばマナ基盤、マナカーブを安定させるようなデッキ構築をする、はい、そうするとマイゲームで同じようなゲームプランでゲームを展開することができます。そうですね。2ターン目にはこいつかこいつを出して、じゃあ3ターン目にはこいつかこいつを出すみたいな安定したゲームプランでゲームを進めることができます、はい、そのため毎回同じようなゲーム展開になるので分散性は低くなると。そして同じカード、類似のカードを4枚デッキに入れる。これによって初期手札に特定のカードを引く可能性を高めることができます。はい。そのため毎回同じようなゲーム展開を狙えるということで、こちらも分散性を低くさせるようになります。はい。これらの分散性の低さっていうのを見たとおり、低い分散性っていうのは逆に捉えると高い安定性をもたらし、競技的なデッキの必須条件となるわけですね。なるほどね。まあ、10回1回しかいい手札にならないとかっていうデッキよりはね、はいはい、10回ね、7、8回はいい手札になるみたいなのも絶対強いし。そうそうそう。うん、10回に1回大勝ちするようなデッキよりも、うんうん、勝率6割、7割叩き出せるような安定性の高いデッキの方が、競技的には好まれます。なら、すべてのカードで分散性を低くなるようにデザインすればいいんじゃないの？分散性が低いというのは、みんな強いカードが好きなんで、基本的には分散性が低くなった方が安定して強いんで、はい、あらゆるカード分散性を低くした方がプレイヤーに喜ばれるんじゃないの、うん、もちろんちょっと待ってです。あれ、これはもしかして会議室カードゲームクラブ史上初の2連続ちょっと待ってですか？2連続あった気がするけどな。あら、もちろんちょっと待ってですよ。はい。高い分散性にもそれに応じた利点というものが存在します。はい。分散性が高い、ゲームごとに毎回違うようなゲーム展開になるので、ゲームがどう展開されるのか予測できないような状態になります。はい。そのためプレイングの柔軟性っていうのが重要になるんですね。はい。どんな状態にも対応できるようなプレイングっていうのが重要になります。なるほど。また経験の浅いプレイヤーが活躍する可能性っていうのも高くなりますね。お、分散性が低いっていうことは、なるべく運要素を排除しようとしている、つまり腕とかデッキ構築のスキルとかそこら辺を重視しようとする、はい、分散性が高いっていうのが運要素が高くなるので、まあ経験の浅いプレイヤーが活躍する可能性が高くなると。はい。また心躍る瞬間が増えるっていう要因でもあります。あ、そうですね。これは確かにありますね。今引きとか鬼引きとかトップ解決とかデスティニードローとか、なんかいろんな言い方はあるんですが、引いた来たカードで逆転するみたいなのも、分散性の高いデッキ同士で対戦した方がこういう瞬間っていうのは訪れやすくなります。なんかあのディスティニードローってよく初撃戦言ってますね。そういえばこれは遊戯王用語なんですね。遊戯王用語ですけど、よく言ってますね。これらはカジュアルプレイヤーが求めていることにも直結したりします。はい。この分散性と選択性の強弱によって4つの証言に分けられます。うわ、これは公式が用意した図ですね。これはもう頭いい人用のグラフですね。ハイチョイス、ハイバリエ、ハイチョイス、ハイバリエンス、はい、っていう4つに分けられます。はい。高い選択性と低い分散性は、先ほど言ったように競技プレイヤー向けのカード、だから運要素が結構少なくて割と選択しやすいカードが多いみたいなことですよね。そして高い選択性と高い分散性を持ち合わせた状態っていうのは、こちらはカジュアル向けの、うん、運要素が結構高くて選択できる範囲が広いみたいなのが割とカジュアル向けの、そう、低い選択性と低い分散性っていうのは経験の浅い競技プレイヤーには適している、まあ、というふうに言われたりします、
さらに低い選択性と高い分散性は初心者プレイヤーに望まれる。選択肢がたくさんあると初心者プレイヤーはどうプレイすればいいか迷ってしまうので、ね、難しいですね。初心者プレイヤー向けには選択肢は少なくて、でも揺らぎの多い運要素の高いようなゲームになると、はい、初心者プレイヤーは楽しんでプレイできます。なるほど。これらのように高い分散性っていうのはカジュアル新規プレイヤーに望まれています。はい。さらにマジックにおいては高い分散性を提供するフォーマットというのも存在します。はい。それが統率者戦です。統率者戦はデッキ枚数を100枚と、同盟カードは基本土地以外は1枚しか入れられないということで、初期手札が似通う可能性が通常のフォーマットよりも非常に低いようなフォーマットになっています。同じね、カードが入れられないんだったらどうしてもそうなりますよね。また多人数戦ということで、2人対戦の時も盤面のバラエティが豊富になります ね。4人いたら4通りの戦術が一気に混ぜ合うような形になる。ゲームのシステム面から高い分散性を提供しているようなフォーマットになっています。はい、なるほどね。なんでカジュアルプレイに対してこの統率者戦はものすごい人気が高いフォーマットになってますね。なるほど。統率者戦は楽しむためにあると。The philosophy of commander。統率者戦の哲学でもこう言っています。ああ、そういうこと。統率者戦はカジュアルプレイに最適なフォーマットになっております。そうだったんですね。やったことありますけど知らなかったな。最適なフォーマットになっていますが、そうは問屋がおろさない。問屋バージョンもあるんですね、この資料では。そのちょっと待ってだけじゃなくて、おろさないバージョンもあります。ああ、おろさないバージョンもあるんですね。どこの勝者ですかね。ちょっとその勝者呼んできてください。統率者戦は非常に分散性が高くカジュアルプレイに適したフォーマットなんですが、はい、それはあくまでゲームデザインの面からいった場合になりますね。はい、統率者戦カードプールがめちゃくちゃ広くて、どんなデッキを作ればいいのかっていうのがなかなか難しい。これは確かに初雪さんとキャンディーさんとやった時もなんかどういうので作ったらいいんだろうかみたいなありました。ただに言うと、そこそこちゃんとしたデッキを作るには結構お金がかかるというのも言われがちです。そのため全くの初心者が始めるにはちょっとハードルが高いようなフォーマットにもなってますね。高いっす。なので初心者の方はブロールから始めようと。なるほどね。ブロールっていうのは統率者戦とほぼほぼ同じようなルールなんですが、カードプールがスタンダード環境と同じフォーマットになっています。はい。スタンダードを遊んでいれば自然とカードは集まりますし、知らないカードに遭遇することも少なくなります。はい。さらに言うとマジック・ザ・ギャザリング・アリーナでも実装されているので、まずはゲームから始めることができます。はい。なので、まあ、初心者はブロールから始めた方がいいんじゃないと初雪さんが言っています。これは個人的な感想なんですね。これは個人的な感想、はい、別に公式からアナウンスされてるわけじゃないんですが、ね、私が割とあの初心者ですけど、もちろんデッキ作るのはちょっと時間かかりましたけど、やるときとかはそんなに難しくなく結構楽しんでできた感じありましたけどね。慣れてきたらどんどん統率者戦やるとブロールよりもより深みがあって面白いんでしょうけど、まずはブロールから始めるっていうのがいいんじゃないかなと初雪さんが個人的に勝手に言っています。なるほど。続いて分散性のデザインについてもうちょっと話していきましょう。はい。ケース1、分散性が高すぎるとゲームはつまらないものになる。はい。開発部の中で何度も何度もデザインされては却下されてきたカードというものが存在します。はい。それがこちら、緊急停止ボタンというカード。はい。能力はコインを投げて表であったらこのゲームに勝利する、裏であれば敗北する。これはちょっとあれですね。コイントスっていうのは分散性の代表みたいな、毎回結果がどうなるかわからないっていうことなんですが、その行動に意味をなくしてしまうようなカードっていうのはゲームの楽しみを全てを台無しにしてしまうと、はい、このカードによって今までのプレイングっていうのが全部無になってしまうんで、分散性が高いイコール何でもいいっていうわけでもないです。うん。続いてケース2、はい、分散性を操作できるようにしよう。はい。例えばこちらに異教化というカードがあります。はい。能力はクリーチャー1体を追放して、その追放されたクリーチャーのコントローラーは自分のライブラリーを上からめくっていって、最初にめくられたクリーチャーカードをそのまま戦場に出せるっていうようなカードです。はい、これよく使ってました。お、使ってた。こんなクセ強カード。夢皿以外クリーチャーカード入れずに、はいはい、これで夢皿を速攻出すみたいなの。
で使ってましたね、はいはいはい、ライブラリーのどのクリーチャーが戦場に出るかわからないので分散性が非常に高いカードになっております。普通に使ったらただし戦術やライブラリー操作で狙ったカードをデッキトップに持ってきてそれを出すっていうことも可能です。デッキ構築を工夫して確実に狙ったカードを選ぶっていうこともできます。はい、さっき言ったみたいにもうクリーチャーは1種類しか入れないみたいなデッキを作れば確実にその1体を戦場に出せるわけです。はい、分散性を高くするにしてもこういった風に分散性をユーザーがプレイングやデッキ構築でコントロールできるっていうのは非常に好まれる傾向が強いです。はい、続いてケース3、ゲームに自然な要素の中に隠れているのが最高の分散性である。はい、ここにオオカミの群れバージョン A と B があります。バージョン A と B 開発中のカードで、じゃあギャンブルさんに持っていこうかな。狼の群れっていうカードを作ったんですけどどうですかね。なるほど、見てあげよう。お願いします。はい、バージョン A はコイン投げを3回して表が出たごとに22の狼トークンを出すというカード。はい、バージョン B はデッキから3枚見てその中の公開された土地カードごとに狼トークンを出すというカード。うんうん、ギャンブル先輩、このカードどちらがいいですかね。A にしよう。A にします。はい。A にしよう。ありがとうございます、ギャンブル先輩。じゃあ、うん、マロさんにちょっと報告してきます。うん、行ってこい。もちろん B に決まってるだろ。そうでしょうね。ああそうでしょうね。このカードよく見ていくとバージョン A の方はコインを投げて表の数だけ狼を出せるっていうので、はい、1回ごとに 50% の確率で狼を出せます、はい、対して B のカードは大体のプレイヤーは土地の割合を 40% ぐらいにしているので、うん、狼が出る確率もまあ 40% ぐらいです。なんでカードパワーで言ったら A の方が強くなりがちなんですが、基本的にプレイヤーは B の方が好む傾向が強いっていう風に言われてます。なるほどね。まず一つ目の要因としてライブラリはプレイ中に自然にランダム性を提供してくれます。はい、コインを用意してコインを投げるっていうのはマジックのプレイ上とはなかなか特殊な構造になるんですが、うん、ライブラリっていうのはすでにシャッフルされた状態になっていて、はいはいはい、非常に自然にランダム性というか分散性を提供してくれます。うんうんうん。またライブラリーはコイントスと違って操作できる可能性がありますね。はい、さっき言ったみたいにデッキ枚数の土地の比率をめちゃくちゃ高くするとそれだけ狼を出す可能性が高くなりますし、はい、戦術とかして土地を上の方に置いておけばそれだけ狼を出すことも可能になったりすると。そうですね。そういったプレイングとかデッキ構築の工夫の余地があるっていうのでこちらの方が好まれやすいと。ライブラリー自体っていうのはトレーディングカードゲームにとって分散性を提供する最高のツールであると言っておりますね。はい、リチャードもその分散性の重要性を理解してマジックを作り上げました。ああ、リチャード・ガーフィールドさんだ。リチャードさんもここら辺がゲームの面白さの本質につながるだろうと。すごいですね。このライブラリーのランダム性というのがこのマジックのゲームを面白くしているんだよっていうのを、まあ言われてみれば確かにそうだけど、うん、そういう風にして作られてきたものなんだなって考えると結構すごいなと思っちゃいました今。うん、ゼロからこれを考えて作ったってことですね。なるほどね。そういうことで分散性は非常に重要であると。はい、では本日のまとめです。はい、マジック・ザ・ギャザリングはこういった風にカジュアルプレイに対しても深い考慮をした上でゲームデザインがされています。はい、というわけでみんなもマジックやろうぜ。これは分散性の高い一枚ですかね。でも選択性の高い一枚なんでしょうか。ちょっと奥深い意味を捉える人とそのままを取る人とで結構分散していく可能性もありますし、なかなか際いのを入れてきましたね最後に。カジュアル性も楽しめるマジック・ザ・ギャザリング、うんうん、楽しんでゲームをしていきましょうと。うん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 、では本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、分散性が高いデッキが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画をお楽しみに。 Give me a five。 これ日本語にするとハイタッチしようというか、うん、はい、銀枠のカードなんですが、あなたはこの後30秒間にあなたとハイタッチした一人につき1点のライフを得る。物理的にハイタッチした回数によってライフの増減が変わるというカードですね。
はあ、面白いカードですね。これも実際周りに何人いるかっていう分散性が非常に高い金額カードとしてじゃあ私と初出さんが戦ってる時にこれ使ったらキャニーさん入れてるしか2点ぐらいしか回復しないのか。いやいやいや、そのちょっと会社の人のところまでハイタッチお願いしますって言ったら恥ずかしいよ誰でもいいんだからハイタッチしたら恥ずかしいよちょっとオフィスまで行って30秒でオフィス行けるかなハイタッチお願いします30秒でオフィス行けるかな隣で会議してるところにちょっと入った。